いつからかそばにあった未来を外噛みしめている。どんな言葉でどんな仕草で君を守れるの。ノルンのネットウェブラジオ、ノルン放送局。はい、飛行船ノルンへようこそ。パーソナリティの鏡いつき役、遊佐浩二です。この番組は PSP ゲームノルンのネットの作品の中にテレビはあってもなぜラジオがないということで無理やり作ってしまった番組です。そして今日は僕の他にですね、当番がね、来てくれてますよ。12月の当番、この方々です。はい、ノルウェーようこそ、遠山宗役の佐藤拓也です。はい、そしてノルウェーようこそ、シュクリア・キト役の杉山紀明です。はい、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。私も、ね、先月始まったばかりなんでね、あ、まあ、ドキドキしてる。またまた、まあね、そんなこともないでしょ。実はでも佐藤君とラジオやったことってね、ないないです ね、 ですね、初めてだから、はい、現場もあんまりね一緒にやることがないの。実はね、ノルンのドラマ CD の時ね、そうそう、お会いして、まあ、他の番組でね、ゲストで来てくださったり、ね、したり、はい、したりはしたんですけど、はい、よろしくお願いします。いや、でもね、知り合ってから長いけれども、そんなにがっつりラジオやることはなかった。そうですね、はい、なので、うん、今日はたっぷりよろしくお願いします。たっぷり、はい、この番組ね、それぞれ毎月当番が振り分けられて、はい、僕パーソナリティとしているんですけれど、はい、それぞれ自分のキャラは自分で押していかないと、はい、僕、なるほど、そんなに持ち上げませんよ。自分のことは自分でやろうと。そうですよ、そのためにお呼びしてます。なるほど、なるほど。ここは何ですか、自分の持ちキャラをよいしょするためのバランス。そうなんですよ。そうなんですか。何のためにってやってるか、僕は、知ってます。僕はこの番組始まる前、はい、ゲームが発売される前に人気投票あって、はい、僕なんか期待度1位だったんです。それで人気投票あったら4位になったんですよ。でパーソナリティやってるいいんですか4位でっていうね。その時々で変わってきますから。いやいやいや、そこら辺でね、はい、僕はもう頑張っていかなきゃいけないと思ってこのパーソナリティをやってるわけです、はい、今回はね、はい、何位と何位の方なんですが、よーし、ランキング上げるぞ12位まあそれぞれね、攻略キャラというか、はい、ヒロインが違うでしょ。そうですね、僕は未行党なんですけども、僕小春です。僕七海ですね。綺麗、はい、に分かれてる、ね、今回は好みがぶつからないんじゃないかなと思って、ね、はいはい、ね、仲良くやっていきたい、はいはい、ということでそろそろ行きましょう。飛行船乗るん出発。ノルン放送局、いきなり始まりましたノルンチャンネル。このコーナーは毎回先生をお呼びして皆さんからのお悩みに簡潔にお答えするコーナーです。今回は佐藤拓也先生です。先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のお悩みはラジオネームマリニャンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。冬が近づいてきて乾燥してるなぁと思うことがあるので、よくマスクをしているのですが、はい、私はメガネっ子なので、時々メガネが曇っちゃうんです。はい、曇ると結構恥ずかしくて、なんかいい方法などありませんか？はい。ということなんですが、なるほど、佐藤先生、いかがでしょうか？はい。では、お答えしましょう。はい。マスクをメガネで抑えましょう！なるほど。ちょうど今ここに僕はマスクを持っているわけですけれども。なるほど。佐藤さんもね、実演しましょうね。メガネをね。メガネっ子ですから僕もね。はい、これはこうしてですよ。はい。こうして。はい。これで、こういう感じで。なるほど。はい、マスクの上にちょっとメガネをかける。そうですね。息自体がこう、メガネにかからないように。そういうことです。そうですね。こうすればいい。はい。ということで。はい、よかったですね。なんと、申し上げて。はい、ということで佐藤先生のお答え、コンタクトにしろということでした。ありがとうございました。ノルンチャンネル、次回をお楽しみに。さてさて、皆さんからゲームの感想や近況、我々への質問などがガンガン届いておりますので、ここで紹介しましょう。はい、まずはですよ、ラジオネームトラニャンコさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆささん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。番組ならではのラジオネームと挨拶を募集中とのことで、私なりに考えてみました。はい、うん、前回募集したんです。あ、そうらしいですね。もううちのメールラジオネームってまだ書いてあるでしょ。あ、確かに。なんかこう他人行儀じゃないですか。ね、こう番組なりのやつ、ね、せっかく同じ飛行船に乗るんであれば、確かに呼び方としてね、統一したのしたものを作ろうと、なるほど、いうことを募集しました。はい、はい、していただいた。はい、ではこのトラニャンコさんの考えた、ラジオネームをですね、こちらノルの、放送局並みに言いますと、はい、ひよこネーム。
ひよこね。あ、確かにひよこさん乗っております。そうです、ノルにはさまざまなひよこたちが登場するので、リスナーもノルに暮らすひよこということでいかがでしょうか。なるほどね。ひよこさん、ひよこ僕らがやってます、我々やりました、ね、そうそうそう、あれ本編よりだいぶ喉にどうやればいいんだろうみたいな、ね、はい、なかなか、ね、非常に役作りに苦労した一番難しかったかもしれませんね。いいんじゃないですか、ね、賛成ですわ、ひよこね、いいですね、僕もいいと思います。完璧ですしね、はい、でも決めちゃいますか、じゃあここでね、あ、もし皆さんが、はい、皆さん大丈夫ですか、ひよこね行きましょう。じゃあ今日からもひよこねです、ひよこね、はい、ひよこね。で、おまけに挨拶も考えてくれちゃいました。挨拶はノルンチワ、ノルンプラスこんにちはを足しました。なるほど、ゴロでノルンチワ、なるほど、どうすか、それは言いづらい、うん、僕は今ちょっと噛みそうな、なるほどね、よし、残念ながら塞いよ、塞いよ、そちらはごめんなさい。でも杉山くんがいいって言ったらいいけど、どうすか、いやでも遊佐さんの言いづらいって、やっぱこういう挨拶ってこうするっとね、うん、ずっとやんなきゃいけない、言いやすい方が多分皆さんの間でも浸透しやすいと思うので、うん、なんかもっとこうスルッとさらっとしっくりくるような、なるほど、ノーってことですねまあまあ、まあ、そうですね、皆さんと同じ時点で、まあでもね、ひよこネーム採用、ひよこネームは採用、はい、採用、はい、あの挨拶の方ごめんなさいね、はい、ちょっと不採用とさせて、不採用でございました。はい、はい、続いてはもう一つご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速、ひよこネーム、シーナさんからいただきました。ありがとうございます。ますノルン放送局の皆さん、こんばんは。じゃあ、こんばんは。このラジオは、ドイツでも聞けるのが幸いです。あ、そうなんですね。すいません、ウェブラジオですからね。なるほど、インターネット環境があってね。まあ、日本、まあ、海外用に、その土地の言葉にはなってますけど、日本語わかればね、聞くのが可能ですからね。当時、ノルンの限定版を予約しました。はい、キャラクターたちはすごく気に入っています。特に、ソラタ君とイツキが大好きです、はい、残念ながら人気投票に間に合いませんでしたが、うん、いつでもイツキを投票しています。また1位を目指して、もうちょっと早くやってくれればね、もう1個ぐらい順位が上がったのかな、はい、また1位を目指してください、ユーサさんって最後、はい、頑張ります、はいはい、ありがとうございました。人気投票ですよ、人気投票、人気投票、なんか僕ね知らなかったんです、はい、4位だった、結局ね発売されて4位になりましたよっていう残念なお知らせしかいただいてなかったんで、はいはい、あれなんですけど、1位はなんかここにいるそうじゃないですか、はい、なんでしょう、ここにいる人じゃ3分の1だよ ね、 ね、そう、それだってですよ、僕が言った方がよろしい的な、なんか君だったのかすげえそんなベタな驚きが僕もでもついこの間まで全然知らなくて、たまたま CD ドラマの収録でお伺いした時に初めてお聞きして、はいはい、あ、そうなんですか、ありがとうございますって、あの P に言われたんですよあの P に言われたんですよ、はい、教えていただいて、あの僕ゲーム収録の時に、はい、月が1位ですから今人気投票がって言ってたのはもうCD ドラマになったらそうなってるのね、きっとね、皆さんの中でいろいろこう順位が変わるんですよ、その今後ね、またさらに変わっていくと思うんで、でも何だと思いますか、1位になった要因って、自分的にキャラとして、うん、どうなんでしょうね、だから皆さんこう、あのベタに愛を支えてくれる人もいいなっていうのもあれば、うん、ちょっと現実だとなかなかそうベタにこう愛を支えてくれない、やっぱこうちょっと、うん、照れがあったりとか、はいはいはい、こうなんか葛藤があったりとか、そういうのが、あの、まあ、ツンデレという、ね、そうね、ツンデレでしょっていうのがあのツンデレっていう飛び道具を持ってるわけです、リアルっていうのとも違うんですけど、微妙なリアリティがあったのかなっていう、なんかね、それですよ、いいな、僕伸びしろのある最下位12位だからもう伸びしろばかりじゃない伸びしろしかも伸びるしかない、そう、本当にだって落ちることはないよ、ね、もう上昇しかない、大丈夫、ずっと見上げてますから、うん、本当にこれ学んでった方がいいよ、勉強になりますもん、やっぱツンデレって言ったらもう最大の飛び道具、そうか、マサムネもツンデレだったらよかったのか保護者だからなあいつ、2位があれでしょ、はい、2位があの夏彦でしょ、ああそう、あの銃を持って銃を持ってあれは飛び道具です、飛び道具がないとダメ、飛び道具か飛び道具つながる、物理的な飛び道具でもいいんだな飛び道具、どうって物理的でも精神的でもいいけど飛び道具を持たないとダメ、そうか、どんな飛び道具がいい、俺なんだろう、君だって過去を見ることができるわけでしょ、でもね、その飛び道具見るだけなんだ、あーそうなんだ、そしたらほら、ヒロインの子に君の辛い過去を分かってあげられるみたいな、あーなるほど、共感する方向で、そうそう、他の奴らには分からない君の辛い過去的な、ね、そうそう、分かってあげられるじゃん、あーそうね、そういいじゃん、メイクアップだってそんな傷えぐってどうするんだよ
アラジ傷にアラジをすり込んでどうするみたいなね。でも中の人的には A カップでも全然 OK ですけどね。中の人的にはね。中の人的にはそういう番組じゃないんだよ。やってやりたいならやっていいんだけど。どんな趣味をカミングアウトする番組。でも佐藤君どう。いやね。キャラ的に、うん、いやでもキャラ的にいいところはやっぱり理解されてない部分。そうですよ、ね。まあ、なんかね話を聞いたら能力を使う場面が非常に少ない。そう最後の最後なんで、うん、もうちょっと早い段階からね出してこうヒロインをフォローしていけたらいいのかなと思います、ね。でも性格的にちょっとここを押していきたいみたいな。そう、まあ、本当はこういういいやつなんだよっつって。包容力。包容力。包容力、ね。何をして包容力なの。年長者だし乗るの中でも。年長者っつっても割と僕も年長組の方だからね。どうしたらいいんだ。ローンも年長組の方。あ、そうかそうか。なんだろうな。頑張らなきゃいけないね。具体的なその包容力の内容的なもん。そうなんだろう。分かってあげられる。どういう時にこういう風にしてあげられる的な。うん、もうちょっとその包容力をなんてしないね、あの。男を見せるタイミングで出せたらいいのにね、彼はね。まあ、この先ね、どうなるか分からない、うん、イベントもあるわけです。そうですね。そういう時のドラマとかで、そういうのフィードバックするかもしれない。ああ、そうかそうか。皆さんに、今後、あのね、ね、あの、物語を展開するときに、こういう、もうちょっと、こういうね、見せ場を増やしてほしい的な、ね。今ね、リスナーの皆さんも通して、そういうふうにアピールしておかないと。あの、色っぽい時は、大概、あの、お菓子を食べて酔っ払ってる時なので、はい、そうでもない度胸が、あったらいいなと。お酒に頼らない、頼らない、頼らない、勢いに任せないだそうですよ、ね。はい、ということで僕の方にも一つ紹介させてください、はい。こちらひよこネームしなこさんからいただきありがとうございます。ありがとうございます。私はラジオが始まると聞いてゲームを始めた新規プレイヤーです、はい。仕事が忙しくて普段からゲームをする習慣がないのですが、ノルノネはノルノネって言うんですかね。ノルノネノルノネはフルボイスで応答再生できちゃうので、はい、テレビを見る感覚で再生しながらご飯を食べられて便利です。食べながらふりかけとか佃煮よりも大事なご飯のお供です。ラジオ更新これからも楽しみにしていますというお便りで、こういう楽しみ方をしてらっしゃるので、そういう、なるほどね、ご飯食べながらやる。まあでもね、選択肢とかがあるわけですからね、まあ、まあ確かに一応選んでいただきたい。うん、はい、なるほど ね。ゲームの方もね、そういったやってみるとね、うん、意外とね、いろいろこう、はい、のめり込んでできるかもしれないので、習慣がないからこうとつきづらい部分があるかもしれませんが、けどそういう方にもね、はい、遊んでいただきやすいシステムだと思います ね。はい、確かに、はい。ぜひね、いつきをお願いいたしますよ。はい、今日皆さんからのふつおたをご紹介しました。だからもノルノネっていうの熱き思い、ゲームの感想、我々の質問などを送ってくださいね。お待ちしています。続いてはこちら、行ってみましょう。みんなのノルンを作ろう。はい、ノルンは空を飛ぶ船といっても、緑豊かだったり、噴水があったり、畑があったりと、船とは思えない構造になっています。はい、ただ、ノルンの可能性はまだまだそこでは終わらないということで、うん、我々が考えたオリジナルのノルンをリレー方式で実際に作ってみようというコーナーです。なるほど。はい、皆さんの前に非常に場所を示唆する巨大なものが置かれてると思うんですが。でかいですね、はい。こちらがね、あの、ジオラマ的なベースになってるものですね。はい、はい。まだまだ全然あの、発泡スチロールの部分が見えてますけども、はいはい、こちらの方にあの、ここにある具材を使って、具材素材を使ってですね。はい。皆さんなりのノルンの世界観を作り上げていただこうというね。はい。5分しかないんで、もうあまり考えてる暇はない。なるほど。もう思うがままに行動してほしいということで。あの、ちなみにこう前回来た、サイガさんとですね、吉野さんがね、あの、まあ、サイガさんが山を作りましてですね、苔を植えましてですね、ヨッチンがあの、湖を掘ったんですけれども、湖がちょっと緑に侵食されて汚いとか。ちょっと濁ってますね。これあの、皆さんにね、もしお見せすることがあったらね、その時にもうちょっと綺麗になってると思います。なるほど、はい。はい。今回もね、いろいろ、さらに素材が増えましてですね。皆さん何でもやっていただけるようになっておりますよ。さあ、これ5分間ですから。はい。よろしいですか？終わりました。はい。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい。はい、じゃあ、どうしようかな。あ、この、でっかい木な、ちょっとね、蝶々がいるんですよ、蝶、は、々、い。もちろんおかりですね。自分がやるときにはもう声に出していく、ね。言わないと。聞こえないですからね。触らないですから、ね。ちょっと開けますよ。でも、ちょっとここに木を。結構リアルな蝶々だな、これな。今、杉山くんが木を植えました。木を植えました。ちょっと、はい、よし。前回、災害が植えた山よりもでかい木を植えましたけど、大丈夫ですかね。これな、これあの、これ、じゃもうすでに災害のやつはもう丘でしかなくなってしまいましたね。だから、せっかくあるしかも、小高くもない丘になってしまいました。丘の上にちょっと、この、巨大な。あ、蝶。蝶。おー、結構大きめですけどね。蝶が1匹だけ飛んでますけど大丈夫。およそね、僕が使ってる象の2倍ぐらいある蝶なんですけど、木に
これどうすれば基本すればいいですか。とりあえずね、こう発泡スチロールを掘ってみるってどうですか。あ、掘って削ってみるという、はい、これ、これあ、デザインナイフがあるね。これスチロールカッターという、前回ねカッターナイフで掘りづらかったんで用意してください。こんなのあるんですね、はいはい、でこれってどうやって削るんですか。これいや、だからこの溝を使ってもよし、あの先の方で切ってもよしってことでしょうね。使い方が、いや別に使わなくてもいいんだよ。あの、お互いで、あ、結構サクッといくんだ。サクッといきます。ああ、そっか。なんか川作ってみるかね。川作、じゃあちょっと湖にはやっぱ川が流れてるんですか。そうだね。なるほど。湖と逆側の方に川を。湖と川の間に置かあるけど大丈夫。いいね、いいね。よしよし。でまたあのビーズを敷き詰めて、水の質感を。よしよし、僕もね、なんかちょっと今見てるだけでもなんなんでね、ちょっと足していこうかな。あ、結構サクサクいくな、これ。本当だ。じゃあそれまたなんかそっちに雪のように、雪のようにかぶせちゃって、粉雪を。前回ね、僕象を並べたりしてて、生き物が好きなのでね、ちょっとサファリパーク的な感じに生き物を出していこうかな。お、鳥を置いちゃうかな。手気をつけてね。よし、これ何の鳥かな。それ、うん、うん、でかいな。でかい。蝶よりもさらにでかい。そうね、鳥を。こうすで、木のそばに。あ、いいっすね、木のそば。ここいいんじゃない。そこいいっすかね。こういうとこね。それボンドなくていけますか。あのね、これ針金がついてるから。あ、なるほどなるほど。すげえ粉、すごい、すげえ雪降ってくる。発泡スチロール、はいはい、出してみましょう。よしよし、おー、これよしよしよし、これスターさんが運びづらいぞ。どうだ、袋に入んねえだろう。どんどん縦に伸びるぞ。これね、いや、はい、あ、皮ができた、皮ができました。じゃあ、上は、いい感じ、うん、はい、ちょっとそろ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 、もうすでに4分経ってる。あ、もう、早っ。いや、でも最初のやつがあるからね、最初のお話が。あ、綺麗な、あ、すごい綺麗な皮が流れてますよ、杉山さん。あ、いい感じだ、いい感じ、いい感じ、ね、あ、そうです、木の上に取り立てようと思ったらね、枝がしなっちゃってね。ほぼほぼだって木とあんまり大きさが変わらないもんだから。まずこれは止まれない。そう、地面の方に行っていただきました。3分経過、3分経過、はい、お、綺麗な川ができてるよ。ほら、いい感じなんですよ。この川も濁っちゃうのかな、そのうち。先来たら、あれ、こんな色だったっけ。緑色になっちゃうのかな。ちゃんとボンドも敷いていただいてる川、それ。いや、ボンドは敷いてないです。なるほど、じゃあ動かすときはちょっと最新の地方に溺れていく。まあ川はね、水は流れていくんですよね。そう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 、はい、あの、そのね、流れていくリアリティを、はい、これ大丈夫かな、これ。あの、次回あなたたちが目にしたときにはその川ないかもしれない。あれ、川なくなったんですけど、ない、水がない。水はどちらにっていう。これはね、多分ね、ムービックさんにあるかもしれない。水漏れを、うん、よし、これでどうだ。だいぶちょっと彩りが綺麗になってきたね。僕のところで、あとなんか別のことやろうかな。とりあえずね、皮ばっか作ってるんでしょうね。僕ちょっとあの、僕のところに更新させてみようかな。手元にパンダがいる。あ、柵がある。なんだ、柵もいいな。とりあえず象を4頭更新させてみる。1分前、はいはい。じゃあちょっとどこに柵を作る。でもこれ柵どうすか、この辺とか。いや、どうって、あの、こんなに象が自由に動いてるところで柵なんか今さら何の意味があるのさ。よし、ちょっと鳥のそばにパンダ置いてみる。ね、いいよいいよ、これ使いましょう。どんどん、はい、柵も置いてみちゃう一回ね、一旦ね、これ稼働可能だから。よし、一応パンダの横に柵を置いてみます。ああ、らしいらしい。ああ、なるほど。これどっ、こっち側置いてもいいですか。いいよ、何でもやっていいんだよ。貝を、じゃあ、あ、貝、貝を、なんかちょっと軽く、貝な、いいっすね。貝っていうのは、あの、魚介類の貝、多分巻貝が、あ、巻貝、ね、ここに、はい、おりますんでね。この辺にちょっと、じゃあどっち向きにつけた方がいい。やっぱこう、こんな流れついた感じ、ね、はい、はい、じゃあ、あ、かわいい、かわいい、なるほど、よし。こっちかでかい。よし、貝を置こう、川の横に。貝が大きい、切れんだな。はい、終了、はいはい、ちゃんと貝が置ききれたところで終了になりました。はい。はい。はい、ずいぶんなんか賑やかになりましたね。そうですね。はい。いや、巨大生物が2匹もいるとなかなかのインパクトも。あ、こんなとこに鶏いた。鶏。鶏はね、あの、次回あれば。はい。もうね、次の方が使ってるかもしれません。はい。はい。ちょっと、だいぶこう、白い部分が少なく、うん、賑やか、賑やか、ね。いい感じになってきたと思います。はい。さあ、どうですか、出来は満足ですか。いやーね。だいぶ不安はないですか。まあ川の水がなくならないことを願うばかり。固定してないんでね、これね。はい、はい、非常に今回はね、理性的な方々2人が、作ってくれましたので、はい、前向きに前進したと思います。よろしくお願いいたします。ということで、果たしてこれからどんなノルンができるのか、来月をお楽しみに。
ノルン放送局。ノネットトーク。番組ホームページ上に書いてある9人のキャラクターから出題されたお題、こちらに答えてくれた皆さんからのメールをご紹介します。はい、まずはですね、僕、杉山紀明が演じている宿利明人からの、質問です。内容は料理に関するエピソードとこれとこれを組み合わせると実は美味しいというエピソードとなっております。はい、いただいておりますよ。こちらひよこネームうさみんぬさんからいただきました。ありがとうございま す。食材というか調味料ですが、マヨネーズは本当に万能です。何にでも合うんです。最近ハマっているのが和菓子とマヨネーズ、特におまんじゅうにかけると絶品です。洋菓子より和菓子に合います。ぜひ試してみてくださいと。大丈夫ですか、これ大丈夫ですか。いや、確かにマヨネーズって結構アレンジ効くし、組み合わせでも美味しいですし、はい、万能だとは思うんですけど、はい、ただ昨今世にいらっしゃるマヨラーさんの皆さんみたいに、はい、何でもかんでもマヨネーズはどうかなと思うところもあるんですよ。なるほど。あのご飯に直接マヨネーズとか、はい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 、ちょっとなんかその香りがするんですよね。うん、僕もね常々言ってるんです、はい、あの料理ベタな人、はい、料理ベタなんかマヨネーズを入れればなんとかなるみたいに思ってる人が多い気がするので、はい、そうですね、それ危険ですよと。それは違いますよ。これ完成品のおまんじゅうとか完成品のケーキとかにマヨネーズをただかけるっていうこの作業ですよね。そうですね、ちょっとそれは僕的にはちょっときついなという印象ですけど。マヨネーズ味だもんな。佐藤君はどう、マヨラーとして。マヨラーとして、マヨラーです、僕。あ、そうなんだ。あのね、うん、マヨネーズさえあれば確かに僕も嫌いな野菜が食べられるようになるんですよ。まあ確かにね、卵とお酢と、うん、まあそういうのでできてますよ ね。しかも味が強いからね。そうなんです。そういう臭みとか青臭さみたいなものがね、消されたりはしますけどね。でも全部マヨネーズ味なのは食事が楽しくないじゃないですか。うん、ねえ。あ、でも佐藤君的にはこう、うん、普通ね、他の人たちは、はい、っていう組み合わせだけど、僕はこのマヨネーズとこの組み合わせは譲れないスマイスっていう。あのね、なんかどう使っているんだ。マヨネーズ、まあ。杉山さんには申し訳ない、僕はマヨネーズご飯大好きなんだ。マジで。マヨネーズご飯に、うん、七味と、うん、フライドニンニクチップをかけると、うん、めちゃくちゃうまいっすよ。なんかね、美味しそうな雰囲気もわかるけど、ご飯進んじゃうんだ。まあ、ね、乗っけるとまたね、熱でちょっと、ね、うん、そう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 、柔らかくとろっとね、まあまあ、確かに、うん、ほらバターご飯とかもあるでしょ。そのなんか確かにね、洋風の料理とかで、はいはいはい、バターとかと一緒にマヨネーズもちょっと入ってたりはするけど、でもマヨネーズだけでしょ。マヨネーズだけ、基本はマヨネーズ、七味とフライドオニオン、そうかけるとなお2杯3杯といけると。ガーリックライス的な。ああ、それに近いかも。あ、そうか、それがね、いい感じにその、フライドガーリックの、カリカリが、うん、マヨネーズの油でシュンってなるのがね、いいわけですよ。そうなんだ。それはね、混ぜるの。混ぜるんです。全部混ぜる。全部混ぜた。え、それ、何、そこから炒めたりするんじゃなくて、混ぜただけ。そう、じゃあ、マヨネーズの塊の部分はそんなにないわけね。一杯全体的にこう、まぶされてる。そうそうそう。一杯目だけマヨネーズご飯食べて、二杯目は、うん、フライドオニオンと。で、食べるんだ。とかけて、マヨネーズとあえて。二杯いくってこと。そう。今日僕ね、そんなにマヨネーズご飯をやったことはないんだけど、はい、あれはね、お茶碗一杯分にどれぐらいを入れるのが適量なの？僕、大さじ2ぐらいですかね。大さじ 2？ 2ぐらい。大さじ2って結構なるよ。今日はご飯食べたいなって時はそれやっちゃう。今日はご飯食べたいなって時マヨネーズ入れちゃうやっちゃう。あ、じゃあ、ね、白ご飯に一番合うのはやっぱマヨネーズ。マヨネーズはね、いいと思う。それだけでいく。いけますよ。いや、じゃなくて、他のおかずがある時もそれでいく感じ？おかずがいらないときもあります。それで足りるときもあります。そうだよね。そこでもう完成形だもん、ね。確かに。なんか、例えばね、生姜焼きとかがあったとして、生姜焼きをワンクッションさせて、なんかご飯食べたりする。はい、それとはマヨネーズご飯はちょっと、合わない感じじゃない？そういう感じにはいかない時でしょ。もう単品で楽しみたい時ですね、完全にね。はい、完全にどんだね。佐藤君の趣味を否定したわけじゃなくて、俺はちょっとなんかこう抵抗感があるってだけの話だから。大丈夫ですよ、OK ですよ、大丈夫ですよ。優しい。うん、いや、でもね、そういうのもね、うん、まあ、どんでいけるってことね、日本もいけるってことね、確かに。なんかそれに合う、他のなんかトッピングできるやつってないのかな？マヨネーズご飯にですか？なんだろうな。いや、その組み合わせがやっぱりベスト、ね、
ベストかな。やっぱり募集してみたらそれで他に来るかもしれないから。あ、マジですか。ね、ちょっと皆さんにも考えて聞きたいな、うん、ということでね、他にも来てるので紹介させてください。はい、ひよこネームにょろさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。火も包丁も使わないので料理と言えないかもしれませんが、とろけるチーズだけをクッキングシートに乗せてレンジで1分ぐらい加熱するとパリパリのチーズせんべいができるのはご存知ですか。これが結構な優れもので、砕いてサラダのトッピングやスープのトッピングに使えます。それ以外にブラックペッパーや乾燥バジル、カレー粉などを少量かけて加熱すると簡単にお酒のおつまみできますよと。素晴らしい、うん、素晴らしい。これどうですよ、このトッピングどうですか。これチーズいいっすね。チーズね、乾燥にして。いやー、なる、あ、それいいな。ブラックペッパーとか乾燥バジルを乗せてマヨネーズご飯にトッピングするってどうですか。あ、合わないわけないですよね。なんか電子レンジとかだとベーコンとかもカリカリにできる、うん、カリカリね。あ、なるほどね。あ、さすが、はい、そういうものをね、そういうものを、じゃあまたトッピングしてちょっとバリエーションを乗せてみようかな。カリカリチーズ、うん、割と正統派の杉山さん、この量、これはどうですか。このチーズ、これはあの、なんでしょうね、あの食材を一加工する手順として、うん、手順というか、うん、方法の一つとして全然ありかなと、うん、僕は思います。やってみようと思う。そうですね、うん、それを何に使うかをまず考えて、そのカリカリにしたチーズを、うん、あんまりお酒は飲まないかもね。そうですね、あんまりの、まあ、飲まないこともないですけど、そんなに大量には、うん、でもまあ、でも家にね、常備しておけばすぐできるね。そうですね、はい、お手軽、お手軽なおつまみが、うん、じゃあもう一つ紹介させてくださいね。夢うさぎさんからいただきました。ありがとうございます。ひよこネーム夢うさぎさんからいただきました。料理に関するエピソードといえば、中学の時の調理実習です、うん、同じ班の女子も男子も料理のできない人ばかりで、私一人だけで料理していたということがしょっちゅうです。黙々と料理している中、料理できない組はおしゃべりタイム、少しは手伝おうと思わんのかと何度思ったことか。決して私は料理をする人ではないのに不思議でなりませんでした。高校生になった今は女子校ということもあり、料理できる人が多くて調理実習は楽しくて仕方ないですと。この前は留学生を交えてマドレーヌを作り、お茶会で美味しくいただきました。なるほど、優雅な。そんな優雅なことしてんですか、うん、いやーすごいです。調理実習とかありました。僕中学高校男子校なんで、うん、調理実習があったのは小学校までですね。あ、男子校はないですね、さすがに。うん、ねえ、佐藤君は小中と、まあ、調理実習ありましたけど、うん、作ってもそんなマドレーヌなんかとてもとても。何作った、中学とかで。え、あの白玉あんみつみたいなとか。スイーツを作ったの。スイーツを白玉こねて。あれどうなんだろう。でも白玉は僕小学校の時に。うそー、はい、僕ほうれん草のおひたしだった。定番。渋いな、渋いな。そんなスイーツなんか作んないよ。何、上新粉をこねてみたいな。上新粉をこねて、そうそうそう、こねてそうか、はい、いや作ったことないよ。知識として知ってるけど、上新粉なんかこねたことないもん。僕もでもそうですね、そのあの小学校の時それ作ったのは初めて、うん、あの白玉作りましたね。マドレーヌですよ、マドレーヌ。フィナンシェでしょ、フィナンシェでしょ。違いがよく分からなくなってきますね。俺もなんかマドレーヌ、何がマドレーヌなの、フィナンシェとどう違うの。あれ一緒ですよね、あの貝殻みたいな形のやつで焼いたやつがマドレーヌなのって思う。あれでもなんか違うんじゃありませんでしたっけ、なんかバターの量がとか。量そんなこと言われたよく分かんないですけど、なんかなんか、これはだってクッキーとあのビスケットと違うのでしょ。含有率の違い見てわかんないじゃん。わかんないですね。クッキーとビスケットはなんとなくわかる気がするけど、まあ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 、マドレーヌとフィナンシェわかんない。わかりづらいですね。これもね、ぜひあの違いを教えていただければ。はい。さあ、ということで、今回ご紹介したアキトのお題はまだまだ募集しています。そして他のキャラクターからのお題にもガンガン答えてください。お待ちしております。またまた出ました、のるんチャンネル。このコーナーは毎回先生をお呼びして皆さんからのお悩みに簡潔にお答えするコーナーです。今回は杉山のりあき先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のお悩み、みんなねそのキャラみんなねこれで言うとね、みんなねそのキャラ作ってくるから、なんかそうなっちゃいますよね。今回のお悩み、はい、ひよこネームのるん大好き千里ラブさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私は受験生なのですが、受験勉強に集中する方法はありませんか、うん、ということなんですが、杉山先生いかがでしょうか。はい、じゃあお答えしていきたいと思うんですけども、まあこれ人それぞれだとは思うんですけれども、はい、よくあの静かなところの方が集中できるみたいなイメージってあるじゃないですか。はい、それ逆で静かすぎると逆に集中できなかったりするんですよ。なるほど。なんであの図書館とかカフェとかで勉強したりする方が多いと思うんですけども、はい、そんなアプリが今あるんですよ。そういうカフェのうっすらとした喧騒みたいなもの、そういう BGM 的なものを BGM であの何種類か選んで再生できるみたいな。だからそういうのを、うん、あのまあ、自宅の部屋静かな場合はちょっとさりげなく、そんな大きくない音量でかけておくと、なるほど、
そう、カフェと同じような集中の仕方ができるかもしれないですね。なるほど。はい。大変ありがたい。そういうのを試してみてください。ありがとうございます。杉山先生、そのアプリを一体何に使っているんですか？いや、僕もたまたまなんかそういうなんかアプリの紹介みたいな記事で見かけて。なるほど。ああ、そっか。もともとなんかそういうホワイトノイズっていう、はい、その生活、日常生活の、ある程度あった方が人間は落ち着くっていうのを前、他にも見たことあったんで。はい。活用してみていただけたらと。はい。ということでした。皆さんお分かりですか？はい。一般的にはそのアプリをね、アリバイ作りに使われるようなアプリだと思いますから。他にもあるんですよ。なんか、雨の音だけ流れるようなアプリとか。いろいろなアリバイが作れますね。悪用しないでくださいね。何のアリバイですか？のるちゃんの次回をお楽しみに。はい。ノルン放送局。ノルン放送局、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ここでノルンからのお知らせです。来る2014年3月2日にノルンノレット単独イベントの開催が決定いたしました。会場は中野サンプラザ。僕たちももちろん出演します。昼夜2回公演ですが、各回出演者が異なりますので、詳しくはイベント公式サイトや12月10日発売の電撃ガールズスタイル1月号をご覧ください。またこの号ではイベントチケットの最速先行抽選に応募できるシリアルナンバーを封入しておりますので、皆さんぜひ見てみてくださいね。はい、では2つ目ですね。ノルンノレットシチュエーション&ドラマ CD が3作連続でリリースします。小春、みこと、ナナミの攻略対象キャラクター3名ずつに分かれ、合計3枚でシリーズ展開されます。1枚目、ノルンノネットトリオドラマ CD ボリューム1は現在発売中。そして2枚目、ノルンノネットトリオドラマ CD ボリューム2は2013年12月25日発売。3枚目、ノルンノネットトリオドラマ CD ボリューム3は来年2014年1月29日発売予定です。はい、さらに様々な展開を見せるノルンノネット、ネイルアートとのコラボも行っております。白沖ネイルで好評だったあゆみんのさんとのコラボです。なんと種類はヒロイン含めて12種類。作品への愛がこもったデザインになっておりますので、ぜひあゆみんのさんのホームページをご覧ください。はい、そしてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。ノルンノネットへの熱き思い、ゲームの感想、我々への質問などの普通歌をはじめ、あなたの素朴な疑問質問にズバッと答えるノルンチャンネル、9人のキャラクターが皆さんにお題を出題しているノネットトーク、そして次回やる皆さんおすすめのお菓子や食べ物の差し入れ情報などお待ちしております。ということで、はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。いただきまして、今日どうでしたか？いや、楽しかったですね。なかなかまさかこうジオラマを作ってると思わなかったので、ね、初めてやラジオですからね。ラジオはやらないところです。そうですよね。なんかみんな結構熱中しちゃって、音だけ聞いててどこまで伝わったかなっていう不安はあったりしたんですけど、ね、いやでも楽しかったですね。楽しかったです、はい、お伝えしてなかったですけど、はい、これね、次回ね、いろんなコーナーありますけれども、はいはい、そこに参加していただいてですね、はい、成績悪い人はあのジオラマ引き取るっていうことで、めっちゃでかいね。まあ、楽しんでいただいたんでね、その思い出を持ち帰っていただく可能性がございますから、リスナーの方へのプレゼントじゃなく、そっちの方がいいじゃないですか。いやではなく、家に置いていただく。今きっとリスナーの方々って言ってもらえるんじゃないのっていう人いるか。前回言ってますから、ちゃんとね。あ、そうですね。前回お越しいただいたね、よちんとさえがさんにはね、お伝えしております、はい、はい、この次の回でやるゲームの成績以下では皆さん、あなた方のどちらかに、いやー、これビッグなプレゼントがね、ビッグなプレゼントが物理的にビッグ、確かに物理的にビッグ、ね、皆さんまだね、ラジオ聞いてる方々はあの大きさ多分ね、あんまり分かってないかもね。かなり大きいですね。意外とリアルな大きさですよね、あれね。例えるならばどんなサイズですかね、あれね32型テレビぐらいじゃないですか。あ、高さもありますからね。それなりにね、薄型じゃないからね。ブラウン管の32型テレビぐらいあると思っていいと。確かに、高さも奥行きも、ね、ある感じなんで、それがね、なんとお二方のどちらかに行く可能性があります。頑張ってください。むしろね、もうぜひ欲しいという方は、ね、いや、もうぜひ立候補してもらってガンガンメロディーを、ね、はい、ということで、次回も佐藤拓也さんと杉山紀明さんが当番ですので、お楽しみに。はい、ノルン放送局、お相手は加賀美樹役の湯沢浩二と、12月の当番、遠山宗役の佐藤拓也と、宿利明人役の杉山紀明でした。バイバーイ。